こんにちは、こんばんは、さくやです。ということで、今回もね、ちょっと新シーズンに招待していただいたので、新オペのところをね、がっつりちょっと紹介していきたいなと思います。まあ、これ以外にもね、新マップの散歩動画とか、あとアップデート情報なんかもね、紹介しているので、そちらもぜひチェックしてほしいなと思います。ということで、ちょっと新オペ見ていきましょう。はい、ということで、まず新オペ、防衛側でソーンという名前の、オペレーターになってます。で、体力が2、スピード2で、難易度は1という風な構成になってます。で、ガジェットのところなんですけど、レーザーブルームシェル、カメダノのオブジェクトに接着する攻撃可能なデバイスで、近くの敵を検知すると鋭い刃で攻撃するっていう、まあ、トラップ型のガジェットを持ってます。引っかかってもろぐらいすると即死するっていう、かなりね、凶悪なトラップになってるので、結構ね、愛用者増えるんじゃないかなと思ってます。そして武器がね、今回すごいですよ。久々の新武器ということで、 UZK50GI っていうサブマシンガンが来ました。強力な50口径弾を発射するフルオート SMC ということで、サブマで50口径ってどういうことっていう感じがちょっとするんですけど、まあ、めちゃくちゃ火力の高いサブマシンガンが来ました。ダメージ44、連射速度は700、装弾数は22っていうことで、レートはそこまで速くないけど、火力が超高くて、装弾数はまあちょっと少ないぐらいのサブマシンガンっていう感じのところです。で、ショットガンも持ってて、これはイエーガーとかが持ってるショットガンですね。で、サブ武器が地球11、そして C75、まあ、フルオートのハンドガンを持ってる、そして盾と有刺鉄線を持ってるという構成になってます。じゃあちょっとね、早速テロハントなんかでちょっと詳しく紹介していきたいと思います。はい、ということで、ちょっと早速やっていくんですが、まずトラップが、今ね3個持ってます。で、これはい、こんな感じで、まあ、エラーのね、マインみたいな感じで、こんな感じで適当にポッと投げる感じで、まずね、設置することができます。まあ、なんで、まあ、そういう意味ではすごくね、まあ、扱いやすいガジェットになってるかなと思うんですけど、要はこれを置いたところ、今ちょっと円がね出たと思うんですけど、ここね、この円の中に敵が入ると、これがね、起爆し始めて、なんかこう中にガラス破片みたいのが入ってるっぽいんですけど、それが撒き散らされて、まあ、死ぬみたいなね、感じのガジェットになってます。ディア、これで、でも音あるんすもんね。置いた、あ、ここに置きました。あ、俺か。じゃあ行くよ、行くよ。俺が被害者になるよ。被害者、どうぞ。完璧な。あー、なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。モンタでも60とかそんぐらい食らう。どうやったらこれ敵死ぬ？今のこれなら多分車線通ってるはず。でも反応してないです。あ、エリア意外に通してる。反応してます。あ、してるしてる。シュンってこれ。聞こえました今。軌道の音してました今。音してた。多分一応なんかシューッとは言ってたよ。なんかシューッとは言ってたけど、全然聞こえなかった。範囲結構狭いな。3メートルなんで。反応した。あーしても吹っ飛んだ。さすがに壁、いや俺今壁、いや壁じゃないところでこれ一応。あ、こんな感じになるのか。うわ、おお、すごい。ブレードが壊れましたね。すごい、範囲ギリギリでも負傷になった。余裕ですね。余裕ですね。はい、どうですか。火力はめちゃくちゃ高いんだけど、起爆が遅いっていうところがあるので、若干ね、使いどころはまず難しいところはあるかなと思うんですけど、だいぶね、新しい風が吹いてるとか、罠好きにとっては結構気になってるガジェットになってます。ちょっと使いどころが確立できてないというか、ちょっとね、難しいなっていうところはあるんですけど、絶対ちょっと面白いガジェットではあるんで、ちょっとこの辺りね、研究していきたいなっていう風に個人的に思ってます。やばい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 。ちょっと待ってくださいよこれ。ちょっと何これ。
今ね、あの分かりやすかったね、特にやっぱ破片、ガラスの破片がこう撒き散らされるんで、あれが当たっちゃうと要は死んじゃう。逆に言うと壁とか遮蔽物があるとこだったら死なないので、あの車線がね通んないようにすればまずちょっと避けられるってところはあるんだけど、うわやっぱちょっとなかなかだねこのガジェットは。ただ絶対面白い、絶対面白いガジェットだから、ほんと使いどころはねちょっと研究したいなって思ってるんで、どういう使い方がいいかな、ちょっとねまだ難しいんだけど、個人的にはエラのねマインとかを投げといて、まあ、それで倒すっていうのがね一番いいんじゃないかなっていう風に思ってますね。あとこう起爆までがちょっと遅かったりするんで、何秒かかるんだろう、ほい、遅いもんな、ほら。わかります？テロリストを普通に避けてきちゃうもんな。今、あそこで起爆したけど、全然もう歩いて、テク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 っつってこっち来てたから、やっぱちょっとね、起爆はね、遅いんですよ。なんか上の音する。いや、ちょっと、これ今、もう、これ全然だな。これ今、ちょっと罠、引っかかってたけど。全然素通りしてるな。テロリストもちょっとなんか倒すのができてないから、これはね最強の罠かなと思いきや、もうちょっと起爆早くした方がいいのかもしれないね。でちなみに銃なんですけど、個人的にはねこれウージー、これはね結構好き。まあ、ちょっとレート遅いから若干使いづらいっていう人声はありそうなんだけど、まあ、単純に火力がすごい高い44、マーベリックのアサルトライフルと同等ぐらいの火力があるので、防衛で攻めのねアサルトライフル並みの火力を持った武器持てるっていうところを考えると、まあ、かなり強力なね武器になってるのかなと思います。であとやっぱねこのゲームのために開発した銃らしいので、これ実銃じゃないんですよ。実際に存在するね銃じゃなくて、 UBI がこのゲームのためにちょっとねデザインして開発した銃になってるっぽいので、そのあたりもねちょっとこうオリジナリティとかあってね、すごくね個人的にこの銃はね結構好きっすね。アングルグリップのデザインとかもかっこいいし、あとなんかね冷凍はちょっとやっぱ遅い分、こうアングルグリップでもすごい集団性もいいし、まあサブマなんであれなんですけど、覗き込みもやっぱこうやって早いので、火力が高くて安定感あってっていうサブマが好きな人はねかなりね使いやすいものになってるかなっていう風に思います。っていう感じかな。結構ねでもただ銃狙いで使う人とかも多いんじゃないかなって思うので、まあちょっとこれはね僕でも好みなオペレーターなんで、ちょっと今後ねこれ研究してちょっと面白い使い方とかねちょっと紹介したいなと思います。まあ、ということで、新オペソーンの、まあ、ガジェットと、あと、まあ、銃のね、紹介軽くしたんですけど、まあ、ちょっと現段階だと、若干まだ使うのが難しいオペレーターかなっていう感じがしますね。なんか今までみたいに、ミリシー最強みたいな、なんか、そこまで脳死で、あ、こいつ強いわみたいな感じではないかな。まあ、フローレスとかの便利さとかもないし、前回のね、あの、うわぁもうもうもうちょ、なんか変な死に方めっちゃするな、さっきから。まあもうということで、ちょっとなんかね若干まだ難しいですこのオペレーター、けど個人的にはめっちゃ好きなオペレーターなんで、ちょっとねこれ開発したいなと思います。まあ当たればね、当たれば即死の最強トラップ持ってるんで、研究しがいがあるオペレーターなんじゃないかなと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。それでは今日もありがとうございました。さきやでした。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録ボタンと高評価ボタンをポチッと押してくれるとすごく嬉しいです。他にもおすすめ動画や最新動画が載ってると思うので、ぜひチェックしていってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さくやでした。